までこの伝える仕事をやっていきたい。大方の大学生は自分の大学と名前から1ヶ月ぐらいで多分身につく。あとは言語化をしていけばいいだけだから地味でしょ。魔法なんてないのよ。どうもしゅんです、こんにちは。そしてニュースピックス平瀬今真です。で今回はですね、伝える力の極意を今回森さんにお伺いしたいなと思ってます。森さんは日本テレビのアナウンサーとしてもう20年以上ご経験があるということで、その道のプロだと思うので、ご経験から学んだ極意をですね、本日はちょっとお聞きできたらなと思ってます。ということでですね、今回我々初対面だと思うので、ちょっと自己紹介を30秒から1分ぐらいでさせていただいてもいいですか。はい、もちろんです。ちょっとフィードバックをいただけたらなと思ってます。ほほー、なるほど、はい、じゃあ30秒にします。じゃあお願いします、はい、よーいスタート。株式会社ニュースピックスから来ました平瀬今真です。今真という珍しい名前なんですが、僕父がビートルズが好きで、ビートルズのジョン・レノンの今真から名前をもらいました。なので今真という名前すごく気に入っているので、今真って呼んでもらえると嬉しいです。ニュースピックスではジョブピックス編集部という部署でキャリアや就活生向けの記事を書いています。本日一日よろしくお願いいたします。あと5秒あります。あ、今真という名前です。よろしくお願いします。正解。過不足はないと思います。結局その就職活動の面接っていうのは覚えてもらう、ハートに残るってことが重要なんで、名前を覚えてもらうっていうのはとっても良かったなというふうに思いますね。さらにちょっと良くするためにはどうしたらいいかということをちょっとお話しします。所属なんて言いました。ニュースピックスの平瀬今真です。大方の大学生は自分の大学と名前から自己紹介スタートすると。多くの人がそこからスタートするっていうことは、逆に他の構成の仕方をすればそれだけで刺さるポイントが増えるってことなんですよね。でも勝手に大学名と名前を言わなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、そんなこともないです。全くないです。で、面接官の人って大学の名前めちゃくちゃ聞いてるわけですよ。そうするとその大学自体が超トリッキーでない限りサインにはならないです。アピールポイントにはならないと思うので、なんかそこで最初の5秒ちょっともったいなかったなっていう感じがします。具体的にはどういうことを頭に入れたら印象に残りやすいとか。別に僕名前から入ってもいいと思いますよ。今日これだけ覚えて帰ってください、今真ですと。で最後にニュースピックスで何をやってるかって話に戻ってくるわけなんですよ。だから頭で所属、名前の由来、もう一回所属の話してるわけですよ。もったいないですよね。そうじゃなくて、じゃあ名前から入って後で所属の話をすれば構成がシンプルになるんで、まあ、時間がそっちの方がスムースに使える。じゃあ続いて私、はい、じゃあ行きます。よーいスタート。はい、就活 YouTuber の旬ダイアリーです。僕が成し遂げたいことは、自分の人生を自分で生きるとか、全ての人が自己実現できる社会を作りたいなと思ってます。で具体的に自分の人生を自分で生きるために、自分を知ることと、企業を知ることと社会を知ること、いろんな要素が必要だと思うんですけど、それを、達成するために今手段として就活生向けのキャリアの YouTube チャンネルを運営しています。で、おお。まあでも分かりやすかったから丸だ。これって字幕つきますよね、はい、字幕ついたら完全に理解できると思います。あ、確かに。だけど40代50代の採用感だと思ってください。そのペースで理解できますかってことですね。短尺動画を見てるのか、スピード感が上がってるのか分かんないんですけど、喋るスピードがとにかく皆さん速いんですよ。で大事なことをメッセージで伝えようとするときに、とにかくギュギュッと言ってしまいがち。インスタとか TikTok とか、ああいったこう短尺でメッセージを込めるってものに慣れすぎちゃってるからしょうがないと思うんですけど、採用感はその年代の人だけじゃないんですよね。おっしゃる通りですね。だから我々テレビの一つの功罪でもあるんですけど、どの番組見ても字幕のスーパー入るじゃないですか。つまり音をあんまり聞いてなくても中身が理解できるっていうことに慣れすぎちゃうと、字幕がついてない、つまりこの生で会う音声のコミュニケーションは非常に理解能力が必要になってるんです。おっしゃる通りですね。せっかくなので、はい、森さんも自己紹介していただきたいなと思うんですけど。ほら、もうそういうこと言うじゃない。お手本をね、お手本を。せっかくなんでいきます、よーいスタート。
伝えることが大好きでこの仕事を選びました。今日本テレビというテレビ局で情報番組、アナウンサーという仕事をやっております森圭介と申します。学生時代は演劇をやっていたんですけれども、台本の感動を誰かに伝える、そんな仕事をやりたいと思ってこの仕事を選んできました。死ぬまでこの伝える仕事をやっていきたい、そう思っています。私の声で誰かが元気になる、そして感動すればこれ以上の幸せはございません。森圭介、名前だけ覚えて帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい採用です。なんか発声からもう違うなっていうのが、森さんが喋り出した時にグッて引き込まれた感じがすごいありました、うん、確かに何言ってるかよりもなんかどう伝えるかのが大事なんだなっていうのがリアルに分かりました。なんか今意識されたポイントとかってあるんですか？まずはどんな人なのかっていうことを言おうというふうに思いました。自分のこうビジョンというか、そこを伝えたい、そこ気持ちありますよね。だから僕はもうとにかく伝えたいんだっていうことを覚えてほしくて、まず言ったわけですね。だから、まあ、名前はいいんですよ、後でも。だから僕が言ってたのは伝えるっていうことと、あとお芝居やってたから、伝えることがやりたいんだって、まあ、自分のルーツというか、ビジョンの正当性を言った、で最後に名前を言う、この3つだけなんですよね。なるべく難しい言葉を使わない、二字熟語、四字熟語みたいのを使わない。確かに今お話しされてたの1個も引っかかるのなかったですもんね。全部スッと入ってきた感じです、うん、じゃあ明日から今見ている就活生が具体的に伝える力を上げようと思ってできるアクションとしてはどういったことができますかね。自分が伝えたいことを箇条書きにするっていうのがまず第一歩だと思います。つまり自分の手持ちのコマっていうのが何があるのかっていうことを理解する。それを考えないで頭からずらーっと30秒自己紹介やろうかなと思うと30秒1分にできないんですよ。だけど自分の手持ちのコマっていうのが10個あるのと、じゃあ30秒だったら3つ使おう、はい、3つのうち ABC あるんだったら ABC じゃなくてBCA にした方が刺さるかなっていう順番で構成を考える。30秒の自己紹介が1分になったよって言ったら、その3つのコマにこれとこれを足してあげるっていう足し算をしてあげればいくらでも自己紹介できる。僕多分1時間自己紹介しろって言われたら1時間多分できます。ある種自己分析みたいなところがしっかりできてるってことですか？おっしゃる通りですね。だから自己分析をやらなきゃいけないと思って就職活動生皆さん自己分析するんですけど、自己分析のための自己分析じゃなくて自分のコマ、今自分の手持ちは何があるのかっていうことを可視化するための自己分析だったんですよね。だからそれがねできればあとは組み合わせ、音楽でも A メロ B メロ C メロの曲もあればサビから入る曲もあるだろうし、あとは歌から入る曲もあればダンスから入る曲もありますよね。だからその飽きが来ないように構成を変えてあげるだけで人のこうハートっていうのはグッと表現で掴むことができるというふうに僕は考えてます。自己紹介の時に一番最初にこのコマを持ってきた方がインパクトがあるとかってあったりするんですか？差異です、他の人との違い。例えば集団面接で3人並んでて前の2人が ABC だったら絶対僕だったら C からいきますね。でその時に30秒覚えてたことを出そうとすると ABC 来た、でも俺も ABC で考えてきたからって言って ABC で出しちゃうんですよ。コマバラバラにしとけばあこういう感じねと、うん、それも ABC でみんな来てるから俺 E 入れようっていう感じでできるようになるといいんじゃないかなと思います。就活生はなんか周りも ABC できたら自分も ABC じゃなきゃいけないとか思っちゃうと思うんですよね。緊張もするしなんか周りと一緒じゃなきゃいけないみたいなところはあると思うんですけど、逆にちゃんと個性を出すっていう方が印象に残りやすくて結果的に受かりやすいっていうことですね。ただその時にたまにいるのがこれ音楽の時間ですよって言っててこう来てるのに目立とうと思って図画工作始めちゃうことがいるんですよね。要はジャンルが違うトリッキーなこと、それがやっぱりルールとは違うので、そこはこうルール守りながら他の人と違うことって一体何だろうか、それを構成変えるだけでぐっと違うよねっていうことに気づけるとだいぶその自己アピールとか面接は楽に臨めるんじゃないかなというふうに思いますね。森さんご自身が就活生の時とかやってた就活における訓練、もしくは入社した後に伝える力を高めるためにやっているなんか訓練とかアクションとかってありますか？一番重要なのは自分の声、口で繰り返すことが僕は大事だというふうに思ってます。だから就職活動生の皆さんにアドバイスするときは鏡でもスマートフォンでもボイスメモでも何でもいいから
とにかく反復、地味でしょ。一人でもひたすらひたすら繰り返すっていう感じです。そうすると最初は暗記しているものを引き出すっていう作業になってくるんですけど、繰り返しやってるともう筋肉が覚えてくるから、何をやるっていうことを考えなくても体が勝手に動くようになってくる。それはね、僕らも新人アナウンサーの時に先輩に言われた特化法があって、目に見えるものを全部実況しろっていうトレーニングだったんですよ。普通実況するってなったら、まずはここから入って誰々だよ誰々、天気のことを言って相手の選手のことを言って動いてる人を実況してっていうふうに頭で考えちゃってると思うんですけど、それやってると全部反応速度が遅れてきちゃう。見えてるものを全部実況しろ。私の目の前には赤い丸を書かれた札、そして青いバツと書かれた札があります。この2つをどちらか上げるという判断をさせられてるんだ。果たして一体何に私は判断をするのかって言ったら、2人の自己紹介。左側の方は黄色い T シャツを着ていて、右側の方は黒い T シャツを着ている。その黒い T シャツの真ん中を見てみると、ニュースピックスというロゴが入っているっていうように、もう見たものをただ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 、やっぱすごいわ。すごくないのよ、これ誰でもできるんですよ。ただ言葉にしてるだけだから、まあ、難しいこと一個も言ってないじゃないですか。確かに。どれぐらいで身につくものなんですか？1ヶ月もかかんないじゃないですか。最初だけちょっとトレーニングを意識的にすれば1ヶ月ぐらいで多分身につく。あとは言語化をしていけばいいだけだ。地味でしょ。魔法なんてないのよ。今のお話って、そのガクチカとか挫折した経験とか将来なりたいぞみたいな聞かれる質問を繰り返し繰り返し練習して言えるようにするっていうことも同じ要領ということですね。基本的には僕はそう思ってますよ。繰り返し言うためには何が必要かって言ったら、やっぱりさっきの自己分析みたいにきちんと考えておかないとダメですよね。森さんが働いている日本テレビに就職したい人や、アナウンサーになりたい方、テレビ局に入りたい方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、森さん個人が一緒に働きたい人ってどういう人ですか？変化できる人じゃないですか。それこそテレビオワコンなんて言われてますけど、だから今面白いなと思ってて、子の時代って言われてるじゃないですか。子だけで大きくなるのすっごい難しいと思うんですよ。みんな今頑張ってるから、ブーストをかけてくれるのがなんか組織な気がしてて、この変化の時代に組織っていうブーストをうまく使ってこうどれだけ変わっていけるのかっていうのは、僕自身も今楽しみにしてるんで、変化を楽しめる人と一緒に仕事したいなというふうに思いますね。なんか日本テレビさんに入社される方はやっぱ変化を楽しめる人が多いんですか？多いと思う。それこそ僕が入社したのって20年前で、あの時っていうのはもうテレビで面白いものを作りたいっていう人が多かったんですね。今はテレビはもちろんだけども、ネットでどう広げていったらいいかとか、じゃあテレビとネットとイベントをどうリンクさせていくかとか、テレビを使ってどうするかって考えてる人がすごい多く入ってくるんですよ。だからね、面白いですよ。違う会社とまではいかないけど、違う会社になりつつある、なんかそんな感じがしてますね。ということで、森さんはご自身の SNS でも就活に関することを発信されているので、ぜひ下の概要欄からフォローであったりとかチェックをお願いします。日本テレビさんも新卒採用を毎年されているので、下の概要欄に、ホームページ等載せてあるので、ぜひ見てみてください。あと、この動画はニュースピックさんの記事にもなっているので、記事の方も見ていただけると嬉しいです。ということで、本日は森さん、貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。